地機5500による50メートル低着レール輸送列車、地機5500型は、日本国有鉄道が1974年度から1981年度に、かけて、古機5500系コンテナ車の改造により製作した、積載荷重37トンの、ロングレール輸送専用貨車である。もともとは、東北、上越新幹線建設に伴う50メートルレール輸送用に、 超物車が必要になったことから制作された車両である。当時の国鉄の財政事情から高額な完全申請による増備が見送られており、予算抑制を目的として安価な余剰車両の改造による製作に切り替えられていた。当時は古機5500型が余剰となっていた。1971年に 古機5万型とともに2種5トンコンテナが登場すると1種5トンコンテナ5個席で製作された古機5500型は2種5トンコンテナ積載に対応する改造が行われたが、車体長の関係で4個しか積載することができず、積載効率が劣り、速度面でも最高速度は、 時速 85km までと劣っていたため、余剰化していた車両を有効活用して、レール輸送用の長物車を転用製作することになった。こうして登場したのが本形式であり、1974年度から1981年度にかけて138両が製作された。その用途から愛好家の間では、ロンチキという愛称で親しまれている。 50メートルレールの場合、地域1500系、地域3000型などの汎用長物車では4、両分必要となるのに対し、本形式では3両で、輸送可能となった。改造に際しては、古希5500系のうち、TR63 回台車を装備した車両を、種ネ車とした。コンテナ禁定装置、手ブレーキ、手すりを撤去し、床板。 レール用金定装置を新設している。これに伴い、ブレーキ装置は、両側側ブレーキに変更された。図書区は、古機5500型や古機5万型と同様の赤3号で、あるが、旅客会社所属の一部は、塗装が黒となっている。レールは28本積載可能である。曲線での通過を考慮し、左右に、有感があり、 近底装置まで自由に動ける構造となっている。装備の違いにより、多数の番台が存在する。50メートルレール輸送用と200メートルレール輸送用が存在し、前車は3両編成で、後車は十数両編成で使用される。50メートルレール輸送用は、中間車でレール用近底装置を設けて、レールを固定し、 両端の車両は受け台で垂直荷重を受ける構造となっている。200メートルレール輸送用は、編成の中央に中央近停車があり、両端にはレールを取り下ろすための端末滑り台を設けたエプロン車が連結され、その他の中間車はガイドと中間滑り台を設けた積み込み車となっている。1987年4月の国鉄分割民営化に際しては、 四国旅客鉄道を除く JR 各社へ継承された。継承量数は、北海道旅客鉄道に16両、東日本旅客鉄道に44両、東海旅客鉄道に13両、西日本旅客鉄道に36両、九州旅客鉄道に14両、日本貨物鉄道に14両の合計138両で、ある。 JR 旅客会社においては2021年4月1日現在、JR 東日本に23両、JR 西日本に35両、JR 九州に10両在籍している。JR 貨物には2010年4月1日現在、15両が在籍している。旅客会社保有者のロングレール輸送では、200メートル前後に溶接されたレールを運べる。 用十数両の固定編成を組み、レールセンターとレール交換作業現場の間の輸送に使われる。JR 貨物所属のものは、製鉄所から保線基地までの50メートルの定着レール輸送に3社1連で運用される。本形式は、製造初年から50年近くが経過して老朽化が進んでいるため、JR 東日本の所属者は、 JR 東海キア97系機動車をベースに体幹大雪対応等のカスタマイズを行ったレール輸送用の新型車両キア E195 系機動車を導入して置き換えることとなった。ありがとうございます。